千倉駅は、千葉県南房総市千倉町瀬戸にある、東日本旅客鉄道内房線の駅である。千葉県及び、関東地方の最南端に位置する駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ、地上駅になっている。三番線の山側に留置線が一本ある。互いのホームは、湖線橋で連絡している。立山駅が管理し、 JR 東日本ステーションサービスが受託する業務委託駅である。自動券売機、簡易水下改札機が設置されている。以前は木造平屋建ての駅舎であったが、2007年8月9日に観光案内所を併設した新駅舎の共用が開始された。駅前広場の整備は完了している。2010年2月10日より外房線。 PRC 型自動放送が導入された。2020年度の1日平均乗車人員は236人である。JR 東日本及び千葉県東計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、千倉漁港高家神社旧千倉町の中心駅である。南房総市内最大の人口を有し、市役所はないが、行政施設が多い。 駅南側に国道410号、千葉県道241号千倉停車場線、駅西側に千葉県道187号立山千倉線が走る。千倉温泉があり、国道410号沿いには宿泊施設が点在する。ありがとうございます。